お母さんはミスコンの人？コーフだから。ドクター。ショーパブのホステスのような歩き方。さっきより前のこと大体覚えてないから。喋ったっけ？人がイチャイチャしてるのって見ちゃうんだよ。すごいじゃん。あたひあたひ下手な子嫌いだから。オーマイガー。Welcome to Always Support Talent Japan Model Auditions. This audition will select models who will make their runway debut.At the show called Satisfaction Milano 2023 at Milano Fashion Week in September. 60 participants are here today who were screened out of the 300 who applied from the public. The judges are Mr. Amano, Miss Esma, Miss Bomoka, Miss Hashihara, Mr. Horiuchi, Mr. Ichikawa, Mr. Kinoshita. I am the MC, Taku Watanabe.And designer Kemi Akutami. Odeon kun desu. Whoa! It's an exciting time of laughter, tears, bittersweet laughter, and much more. Everyone, stay tuned. そうそうそう、本当にそう。あなたが言った通り、そういうことなのよ。その服の物語を読み、見る人に伝えるわけ。そういうところをするのがモデルの仕事。今一時は生命力の強さというか、まあ、パッションの強さというか、それを今アピールする。ああ元気な、みんなのこと考えない意地の悪いマイペースなやつが勝つわけということです。なぜなら海外のラーメンに行くってことはそういうこと、うん、海外は遅刻してきて逆切れして受かっちゃうみたいな、そんなところなので、そういうところに行くわけなのでね、みんな。それぐらいこう誰かが何か言っても、あ、すみません、この人より私の話聞いてくださいぐらいの人は、まあ僕も選ぶし、そういう人は成功します。まあまあ喋んなくても後でみんなに質問するけど、はい、元気になりました。あざっす。はい、はい、現在は音楽の大学に通っております。小さい頃から空手とトランペットを続けていて、母が若い頃モデルをやっていて、母の姿に憧れてこの世界に入りたいなと思い、このオーディションを受けさせていただきました。と結構いろんな方と仲良くなりたいなと思っているので、皆さんもよろしくお願いします。私は3歳から10年間日本舞踊を習っていたので、和にはとても縁があり、そして着物とかはとても綺麗に見せることができるので、よろしくお願いします。私は先日開催されたサステナランウェイさんで、アキツさんの衣装を着用しランウェイを歩かせていただいたんですけど、その時にやっぱり思ったことが、目力がとても大切だなと思い、最近はトレーニング頑張っております。よろしくお願いします。歯が出とるのが可愛い、なんか間抜けで。それどっちどっちいじってる？え？私してるんですよ。ちょっと待って、矯正する前どんなんやったの？いや、下の型で、上もやってるんですけど。いやでもね、俺なんかそのなんかむき出しの歯可愛くていいよ。うん。じゃあ、また。はい。はい、あり。私も本当に皆さんと全然違って、多分ダンサーだし、女優だし。はい。なのでずっともう20年戻ってきてるので、ちょっとダンスを。何、いやだってダンスを踊っても意味ないもん。だってモードのファッションショーだから。あとマネキンですから。マネキンっていうのは死んだ人形、ハンガーは他にもいるからみたいな感じだからさ、モードのファッションショーは。だ、踊ってもヒットポイント上がんないんだよね。母がスポーツインストラクターやってるんですけど、それでお母さんも当日見に来てくれて、ごめんなさい、見に来てくれて、でその時にウォーキング、あんま褒めてくれない、お母さんが褒めてくれたんで、もっともっと上達して海外で通用するパフォーマンスしたいなと思います。よろしくお願いします。で今までお父さんのところで建築の仕事をやってきたんですけど、でもやっぱりいろんな障害があるので、もっと集中したいということで、この4月も終わりですけど、で退職させてもらって、
ミスコン、ミスコンは何、どれぐらいやったの？今4回ぐらい。最後のこれ、池地？池地です。池地さんは、はい、なんかあっちで、あっちで喋った時は全然写真より可愛いやんってここで喋っとったの、ほんでウォーキングしたらまた可愛くなったね。うん、ありがとうございます。あ、でもショー出たことはあるんや。あ、ショーは写真スチル、あ、スチル。なんか作品みたいな、作品作りを最近やらせていただいて、その時に着物ドレス着たので、その時とちょっと着物ドレスと一緒にするんじゃねえ。違うんですよ。これとても嫌いなの。いやいやいや、だったら反物でドレス作る最初かなって俺は思っちゃう。お着物の会社に勤めています。アルバイトなんですけど、で、振袖を扱う部署にいまして、毎日毎日着物と触れ合ってます。古典的な着物が大好きだったんですけど、私すごく流されやすくて、いろんな国のいろんな昔の服を見てきて、いろんな外国人たちがそれを着て着崩してるのを見て、すごい素敵だなって思って、今回キミさんとキミさんの衣装を見てて同じように素晴らしいなと思ったので応募しました。お願いいたします。私はモデルとベーシストとしての活動をしています。私は今回リベンジにここに来ました。前回のパリのオーディションでは3時の最後で通過することができませんでした。その時ケミさんに言われた、できてるけど何かが足りない、これがすごく悔しくて、それを超えるべくここまで努力してきました。ケミさん、今回こそはミラノに連れてってください。よろしくお願いします。ファッションショーや着物、ブライダル、モード系のファッションなど EC サイトなど活動を頑張っております。よろしくお願いいたします。44歳シングルマザーで2人の子供を育てています。ミラノコレクション、海外コレクションは手の届かない場所だと思って生きてきましたが、このような機会があるとしてチャレンジしてみようと思いました。普段は、ウォーキング講師もしたり、モデルもしたりしております。どうぞよろしくお願いします。お母さんは、お母さんはミスコンの人？もともと一回出たことありますけど、うん、いや、だってその方が圧倒的に需要があるんだもん。この国はミスコンに侵されてるんですよ、本当に。だってミスコンしか出口がないんだもん。それはモデル目指そうと思ったらミスコンしかなきゃミスコンになっていくんだよね。そうやって日本は腐っていくわけ、日本のモードの文化は腐っていくわけですね。え、そうそうそう、もう本当どうしようもないですね。汚らわしい。ああ、ショーパブのホステスのような歩き方。絶対使おう、もう。行った後のこのカメラ目線。私は言ってないですよ。ディア、こう、喋るのがあんまり、ずっとあるんですか。普段教えてらっしゃるんですか、ウォーキングとか。もう教えたら、依頼があればしてます。あ、え、ごめん、それ何の情報？さっきおっしゃってた。あのね、この人ね、あの、さっきより前のこと大体覚えてないから。そう。私は、モデルのお仕事させていただきながら、ヘアメイクのお仕事をしていて、はい、趣味はキックボクシングなんですけど、マジか。最近、はい、あの、よりハマってて、ちょっとムキムキになりすぎないように筋トレを続けてるんですけど、もし私がモデルに起用させていただいたら、それまでにもっと絞るので、よろしくお願いいたします。誰か倒したい相手がいるんですか？いないです。それまでだ。はい、ありがとうございます、はい。普段ファッション業界でないところのお仕事されるんですか？ファッション業界じゃないところの仕事してます。どういう感じですか？米軍基地の中で、似合うな。
どこの米軍基地ですか？沖縄の。あ、沖縄か。俺それは知っとった。沖縄か。俺それは覚えとった。マジ？ああ、山本さんは経験あるの？はい。喋ったっけ？うん。あれバンドの人だっけ？違います。はい。何だったっけ？いやバンドの話どこでも出てねえ。どこにも出てねえ。夢か。いや、ふざけてないです、はい、ふざけてない。ライバルの皆さんを拝見しに今日は来ました。スチールが得意で、ケミさんのスチールが特に好きなので、今回のオーディションも盛り上げていけたらいいなと思っています。ちょっと今は濃いめのメイクしてますが、メイクによっていろんな顔になれるところも私の長所です。よろしくお願いします。私は普段ライブ配信をしていて、その配信審査を通して開催されたランウェイイベントをきっかけにランウェイに魅力を感じて、前回のオーディション、そして今回はリベンジということで参加させていただきました。今回はまだまだ経験はないんですけど、そういった分も全て含めて表現できるランウェイモデルになりたいと思います。よろしくお願いします。私の強みは地獄のような日々を過ごしてきたからこそ、今がどれだけ幸せか理解していることです。30代を超えてから毎年ハッピーを更新しています。ミラノで歩いて日本のプラスサイズモデル、そして障害者モデルの枠を広げたいです。また今生きづらさで悩んでいる方の勇気になりたいです。どうぞよろしくお願いいたします。ここでオーディションを受けて、それで楽しかった、それで勉強になった、終わりじゃダメなんです。絶対に現地に行きます。そして私がプラスサイズモデル界と障害者モデル界を背負って立つ人間になります。よろしくお願いします。まあやっぱりね、歩くのもそうだし、トークもそうだし、もう桃佳愛の弟子ですね。ぶっちゃけ事務所で一番売り出しの子なの今？はい、一番頑張ってます。まあ明らかそうだよね。流れ的にそりゃそうだよね。はい、うん、一番ガッツがあります、うん、すごい。だ、正面から空気バシバシ入ってるわね、ここから。だからか。彼女はなんかこう逃げれなくするような感じにしてくるわけ、彼女は。うん、だけど、あなたはなんかシュッ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 、まだかわせる、かわせるで攻撃。わかりました、じゃあ直径で行きます。あれ、違うのよ。だから彼女はこういう風だから、こういうやり方、わかる？うん、そう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 。そっからだな。はい。追い込み量。はい、追い込み。インスタグラムとかはどんな感じ？みんなやってんの、インスタグラム？やってる？やります。私はどうですか、インスタグラム？私？私はやってはいます。やってはいます。どんなのあげるの？どんなのやってんの？モデルさんたちってやっぱこうモデルの普段の私をこうやる感じ？美味しいものあげる感じ？ちょっと夜の私をやる感じ？そういう感じだね。もうやっぱり野菜と私とかでしょ。絶対見たいじゃん、それ、うん、お口直しね、あんたそば。いや、なんかやる気がそんなに伝わってなかったの。とどめ早い早い早い、すいません。とどめ早い。なんかさっきのチームより先行が簡単なの。本当にそうです。今日もバンコクから、あ、違います、昨日日本に帰国して、あ、夜東京に来て、こちらに受けさせていただいて、今日の夜もまた岩手に行くような感じで、すごい行動力だけはあって、積み上げていくことが得意なので、それはぜひ発揮したいなと思っております。よろしくお願いします。え、どこの人だっけ、小さい子？生まれたのは病院なんだよね、みんな。ジョーク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 。すごいな。もうすごい、どこから来た？静岡から来た。静岡？あれでどこだっけ？あ、どこ？福井です。どこ？京都。すごいじゃん。都内の人いないじゃん。あ、いたわいたわ。今日、都内の人。座ってください。え、都内の人？あ、いねえんだ。むむむむ、すごい。え、これ本当にすごくない？すごいよね。
マジかよ、もっと頑張れよ。ちょっと良くない、良くなさすぎ。要するにさ、海外のファッションウィークに出るっていうことだからね。俺なんかさ、今回人が少なかったから、まあ、遅刻したら面白いなって言ったんだけど、俺誰か遅刻したら俺そいつ採用すると思うもん。でそういう人しかね、海外でやっていけないよ。なんていう言い方をするなよ。あ、俺喋れなくなるだろ。今回は前回のリベンジで挑戦しに来ました。モデルという場所は私にとって新しい挑戦です。前回は本当にこの場に立つことだけで精一杯でした。技術も経験も全然足りないですが、このオーディションの中で成長していきたいと思っております。よろしくお願いします。山岸さんさ、はい、これってさ、はい、自分って何の服なの？あ、これはケミさんさん、ケミの服なの、はい、かっこよ。PR だ、PR。 いやいやいや、優しい。プリンスさん、はい、本当に気づいてなかったでしょ。忙しくて振りだよ、振りけど、似合ってたし、その、なんだろう、僕は音楽プロデューサーなんだけど、実はのポージングとか、なんだろう、いいなって思ったんで、なんだろう、よかったです。てか、これめっちゃいいなって思った。おお、はい、以上です。ありがとうございます。私は小学5年生の時にテレビで富永愛さんを見て、立ち姿や歩き方の格好良さに気づき、モデルを目指し始めました。富永愛さんの自分の信念を貫く姿にもとても影響を受けて、モデルを本気で目指し始めました。好奇心が、幼稚園くらいの頃から好奇心が旺盛で、5歳の頃からダンスをしていて、長崎の田舎、ずっと田舎暮らしだったので、そこから英語を学びたいなと思って、友達が行ってた英会話教室に行き始めて、また外国にいろんな国に興味を持ち始めて、なんか特集みたいな、そういう番組を見てて、さっきの自己紹介でも言ったように、富永愛さんの立ってる姿とか歩いてる姿がとてもかっこよくて、そこからはもう本当に本気でパリコレモデルを目指したいなって思って、ずっと活動を続けてます。長いわ。うん、そうか、じゃあ今もう15歳じゃなかったらもうちょっと早く切っとったね。私はラリーという競技に出会い、30歳でラリーを始めて、3年目でチャンピオンを取ったんですけれども。おー、すごい。ラリーって何ですか、すいません。 WRC って知ってますか？ WRC ですか？山道をですね、はい、車で誰よりも速く走る。あのラリーですか？サファリラリーとかのラリーですか？あ、そうです。運転されるんですか？はい。チャンピオンですか？はい。何をやってるんですか？全勝でチャンピオンになります。すごい。一番の方は何者ですか？そうですよね、はい。え、ハーフでしょ。うん、まずそこからだよね、まず。うん、あれ、ハーフって言った？もしかして。ごめん、本当ごめん。まずそこからはやったけど、お前が。レッスンは受けてたの？レッスン。あ、一回だけ受けたことある。今回相当下手だったよ。でもね、みんな私の嫌いなルンをする。うん、わかる、本当に。感じのなんかターンの仕方がルン、ここが絶対曲がってんの、膝がルンって言っていくの。でもなんかやだっただけ。そう。でも本当にそれが一番ダメだ。いや、もうだってさ、そこで小さくなったら、そうなの。ここが変わっちゃいけないから。そう。みんなここでなんかクネクネしたから、モードやつ。だからさ、本当にさ、変な先生に習ったんだったら、またその辺のカスになったんだろうなと思って。
ウォーキングって難しいよね。だって先生の 90% が偽物じゃん。 95% かな。いやだってそうじゃん。だって本番に行ったことないんだよ誰も。いや事実そうじゃん。いやどこまで知ってますかって、なんかミスコンのどうのこうのみたいなやつがウォーキングの先生やるのよみんな。なんでまあ教えてはくれないですけど、向こうにいるエスマさんがね、私は今までウォーキングの指導を見た時に一番うまいなと思いましたけどね、まあ、教えないらしいです。あたひあたひ下手な子悲哀だから。私下手な子嫌いなんですよ。怖え。イライラしちゃうから見たくないんですよ。ここで言っちゃダメだよ。うん、でも本当にいや本当習う先生で変な癖ついちゃうし、習う先生でね結構命取りになるからね、そこはね慎重に選んだ方がいい。前回のオーディションではなぜか合格することができなかったので、今回はリベンジというよりは改めて選んでいただくために皆さんにお会いしに来ました。新しくパワーアップした須田芽衣を見たくありませんか？よろしくお願いします。もうミラノに行くつもりでスケジュールバッチリなので、ぜひ連れてってくださいというか、行きます。よろしくお願いします。現在25歳でグラフィックデザイナーをしています。実は元理系女で高校の理科の免許を持っていたり、過去にデザインスクールを運営していたこともあります。私は6歳の時からモデルを目指していたのですが、自分の骨が太いだとか夢についてマイナスな反応を受けて諦めていました。なんですけど、関わっている生徒の皆さんが自分の夢に向かって努力する姿を見て、それに感化されて自分も覚悟を持って夢に挑戦しようと思って、来ました。よろしくお願いします。私は、目標として、パリコレ、ミラノコレクション、海外のコレクションを歩いた先で叶えたい夢があります。私自身が、背骨が S 字に曲がってしまう側弯症という病気で、高校の時手術をしたんですけれども、その時すごく自信がなかった過去があるので、そういった同じように悩みを抱えている方の背中を押せるように、なりたいと思ってます。ミラノに泳いででも行きたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さっきミラノまで泳いでいくって言ったけど海ねえからそうなの、はい、水陸両用で行きたいと思います。頑張って頑張ります。 YouTube はどれぐらいやってるんですか？ YouTube は2年ちょっと。何系の YouTube やってるんですか？本当にパートナーがいて、はい、カップル系の、YouTube をやってる。カップル系のやつですね、はい、なんです。カップル系のやつって、はい、人がイチャイチャしてるのって見ちゃうどういう感じなんですか？タイトルとしては、はい、100日後に夫を抹消する妻っていうタイトルでドロッドロのヘルドラみたいなやつをやってるんですよ。ちょっと個人的に聞きたいそれ。すげえ面白い。ぜひ個人的に聞いて。で、なんかその娘が、まあ、お家帰るって一番に幼稚園入って覚えた言葉なんですけど、まあ、その娘のようにちょっと頑張って私もあの娘にとって誇れる母になりたいなと思って、今日その思いも持ってやってきました。はい、なるほど、ありがとうございます。可愛いですね、さすがね。はい、可愛いです。いいなぁ。ちょっと子育ての話長くなったでしょ。すみません。そのいちいちそのキュンキュンしちゃうの、僕子供の話と聞くと。なるほど、ありがとうございます。私自身が仕事として医療現場でずっと働いてきたんですけども、人の生き死にを目の当たりにしてきました。で、自分自身も実は数年前に死にかけるという経験をしまして、人をハッピーにさせるものっていうのは自分自身の本音にいかに素直で、どれぐらいその本音に素直に行動するかだと私は思っています。で、そういうことを患者さんたちにもやっぱり伝えていきたいし、患者さんだけじゃなくて健康な方にも伝えていきたいっていう思いがあって、まずは自分自身が体現しなければっていう思いで今回参加させていただきました。いやいやいや、ドクター、ドクターなんで来たん？今言ったよ。今そのくだりだったよ。ごめん、ずっと俺の本当ごめん、本当ごめん、本当そのくだりしか喋ってねえよ。なんなら
初回の方もいらっしゃると思いますけど、2回目の以降以上に参加されている方もおるとお聞きしましたが、私って基本的に選んでもらう人生じゃなくて選ばせる人生を変えてきたんです。おそらく皆さん自分自身もだから来られると思うんですけども、ご自分が選ばれたらケメさんのブランドにどんないいことがあると自分で思ってますか？なんかこのよう なんかデザイナーとかもモデルとして未経験者っていうのもあったんですけど、すごい印象的だったので、なんかわここでモデルをできたらなんか他のところも絶対うまくいけるなとか思ったし、なんかここでの経験を積んでいければなんかもっと自分をなんかモデルとして成長できるんじゃないかなって思って、秋津さんの勝利もう一度出たいなってすごい感じました。自分で勝手に思ってることなんだけど、キュウリさんに3年前ぐらいに会った時に、なぜ日本人デザイナーがなんか自分の国の服を、自分の国のモデルが着てよく見せるっていう考え方でいてくれないんだろう、日本人もそこのポジションに行ってほしいし、日本人デザイナーが日本人のモデルを使って本当に良かったって思うものになってほしいなっていう思いもあってキュミさんに言って、でキュミさんはやっぱり素晴らしくって、それも含めてなんかいろんなこと踏まえてこういうオーディションを開催してくれたるようになった、本当にで連れてってくれるようになった、で素晴らしい存在もね、ももかちゃんみたいな素晴らしい存在も本当に見つけてくれる中で、やっぱり目が肥えてくることもある中で、なんかそこをこうなんか本当にその思いを持って超えてこないからじゃないまあこの ASTJ っていう企画はファッションウィークの僕のショーを出てもらうっていうオーディションなんだけど、まあそれを踏み台に現地で活躍勝手にしちゃってって思ってるのもそうだし、まあさやっぱさ海外すげえ遠いと思ってるじゃないみんな、ごくごく多くの日本人がそうやって思ってるし、海外の挑戦なんかめちゃくちゃもうすごいことだと思ってるわけでもそうでもないっていうことをやっぱこう参加して勝ち取った人もそうじゃない人もそれ感じてほしいなっていうのは伝えていきたいところですね。なんかだってモデルはその人たちの人生なんだし、僕は デザイン側なんで、でその S1 みたいにファッションショー作る側だったらまたねやりたい世界観があるけど、選ばれなかったとしてもたまたま僕らが欲しくない、僕らというか彼が欲しくないもの欲しいものではなかったってだけなので、はいバーカしないって出ててもいいです、それでいいと思います。なんならだからこれで何がダメだったうんぬんというよりも自分のベストだったかどうかだけを気にしてください。もっとできたかもしれないっていうんだったらやればいいし、さっきエスマさんが言うようにそのウォーキングテクノックがもっとこうっていうんであればそういうことなんだと思うし、それってベストじゃないじゃないですか、もっとできたってことなので、でベストってどこなんだろうってことだけ気にすればいいと思います。僕は個人的にです、僕の言ってることすら当てにしなくてもいいです。ただカツ丼じゃなかったからってカツ丼じゃねえんだって悔やまないでください。ただそれだけのこと、はい、では結果を発表していきたいと思います。うわすごいすごい、びっくりオーマイガー。渡辺さん、はい、おめでとうございます。山岸杏奈さん、おめでとうございます。牧野陽花さん、やっと山下風花さん、おめでとうございます神社マシストリオンさん、おめでとうございます高瀬ひな子さん、お母さん木原さん、おめでとうございます。ああ、それね、俺ごめん勘違いしとった、ごめんごめんごめん、あ、俺起きてました、はい、松浦の母ちゃん、はい、おめでとうございます。吉坂さん、おめでとうございます。いいよそう、わかる俺もあの子のこと言ったじゃん、言ってた、
俺も分かるよ、あの子歩く時に違ったんだ。そうで、他と、そう、ポケット、はい、で、他大したことないけど歩いた時に、この子クリエイティブだって言ったじゃん、はい、でも、そんなことも忘れてたもん。じゃあ、繰り上げて4名で、繰り上げて4名で、栗原さん、栗原さん、はい、じゃあ繰り上げでおめでとうございます。おお、まさかのマジで、おおマイガー、おおマイガー、七海蘭さん、おめでとうございます。じゃあ25で、で、スダメ、スダメイさん、絆の動画を神崎花さん、はい、ヨモさん、おめでとうございます。長谷川アンナさん、これで通らなかったとしても、あの全然それは何も否定されることでもないですし、たまたまそこじゃなかったっていうだけです。カツ丼食べに行って、これ何回も言ってるんですよね、ずっと言ってるんですよ、僕らはカツ丼を探してる、あのカツ丼食べに行って、皆さんがカツ丼じゃなければ落ちるってだけな、カツ丼食べないですよね、ただ僕らカツ丼探してるってだけなんで、たまたまカツ丼じゃなかったってだけです。それがカツ丼じゃなかったってだけなんで、全然気にしないでください。たくさんカツ丼が好きなんですね。コンビニのバイトが得意な人がいきなりハリウッド行ったら何もできません。そういうことではないので、あの自分が得意なところをまた探して、自分の大事なことを探して見つけて、それに向き合っていっていくのが一番いいんじゃないかなと、個人的には思っております。本日はありがとうございました。This project is sponsored by IOE and Eshka Links. Thank you for your cooperation.